最近は来年度予算ということで100兆円を超えたと、で財政規律はどうなってるんだとかというような論調でマスコミはいろいろ言っております。で、まあ、予算が増えれば国の借金が増えて将来世代へのツケが増えるというような論調で、もともかく財政拡大はいけないことだというふうなことを言う人が多い、まあ、ほとんどの人がそう言うんですが、ところがですね、それと正反対のことを、12月19日に内閣府で、発表がありました。まあ、ほとんどの人は見てないし、そしてマスコミも全く興味はないんですが、要するに何を言ってるかと、まあ、これはモデルでちゃんと計算をしたんですよね。そして、まあ、要するに結論はですね、財政を増やすときに将来世代のツケが増えるのかというと、いや、逆だと。実質的に減るんだという、これはもうきっちりしたモデルを使って計算をして、で、実際そうだということを示したんですね。で、このモデルというのは、まあ、ここに書いたんですが、これを見ていただければわかります。まあ、公開されてますから、誰でも見れるわけなんですが、これも内閣府が毎年2回公表している中長期の経済財政に関する試算というもので、これもずっと昔から出しておりまして、で、これに基づいて政府は予算を組んでいるわけです。あるいは各省庁、これをもとに日本経済どうなのかっていうのを判断して、政策を決定しているわけで、非常に政府が、まあ、信頼を置いていると。このモデルを使ってですね、要するに財政拡大した方が、むしろ将来世代へのツケは減るんだということをきっちり証明しているわけです。で、まあ、いろんな場合を計算しているわけで、ですが、これまあ、言ってみれば、専門用語で乗数って言うんですが、まあ、この論文を読んでいただければわかりますけれども、政府支出を5兆円増やしたらどうなるかと、その翌年どうなるかということを計算したわけですね。きっちり計算したわけです。そうすると、ね、政府がお金を出しますから、そのお金が国民に渡るわけですね。で、国民に渡ったらどうなるか、まあ、いろんな形で公共投資でもいいし、あるいは児童手当でもいいし、まあ、いろんな手当施策、これで、まあ、何らかの形で国民に渡るわけです。ですから、5兆円だけ増やしたら、ね、どうなるかというのを計算しておりまして、計算結果は、可処分所得は 0.6% 増加。消費は増えると。ね、0.26%。設備投資も 0.19% 増える。で、名目 GDP は 1.16% 増える。まあ、これ、ですから皆さんの懐が温かくなるということで、もう悪いこと何もないですよ。ただ、ね、反対意見がいっぱい出ると。どうしてかというと、財政赤字が増えるじゃないかと。4.7 兆円増加。ね。ところがそれに、まあ、それとも税収も増えるわけです。1.25 兆円増加ということですよね。ですから、これで将来世代のツケはどうなるのかということ。まあ、ツケったってですね、まあ、借金、国の借金ですが、GDP 比で言わないと意味がないと。GDP 比というと、分母に GDP がありまして、分子は国債増発する分だけ増えますね。とか、税収が増加する分だけ減ります。まあ、こういうのをきっちり計算して、どうなるかと、増えるのか減るのかというのを計算すると、将来世代の付けはどうなるかというのは計算できるわけで、で、こういうデータから、まあ、明らかなように、この債務 GDP 比、これはですね、1.62% ポイント減少すると
いう、これはきっちりした計算でありまして、ですから結論として政府支出を増やせば増やすほど将来世代へのツケは減るわけです。ですからマスコミが言ってることと全く逆なわけなんですね。これをこの論文を、ね、内閣府が発表した論文をぜひ、まあ、あのエコノミストも政府も読んでいただきたい、皆さんに読んでいただくために出したわけなんですよね。内閣府のホームページから分かります、見えれますので、誰でも見れますのでぜひ読んでいただきたい。で、まあ、これは初年度ですけども、じゃあこれを5年間続けたらね、増やしたままですね、毎年増やしたまま5兆円を増やしたまま5年間続けるとどうなるかというと、その債務の GDP ですね、国の借金の GDP 比は初年度は 1.62% 減る、2年目は 1.1% 減る、3年目は 0.35% 減るんですが、4年目からはちょっと増え出すというふうに出てるわけですね。で、なぜ4年目5年目は増加に転ずるんだろうかということなんですが、これは志戸俊太郎先生もいろいろ批判をしておられまして、まあ、このモデルそのがですね、どういう経過か知らないけども IMF から誰かが持ってきたモデルであって、まあ、これは、まあ、IMF が経常赤字に苦しむ小さな後進国ですね、こういう後進国にもう赤字を増やしていけませんよ、借金をね、この外国のからいっぱいお金を借りてそれで使いまくってるというような国、こういう国助けてはやるけど、その条件としてもうそういう無駄遣いするのやめろというようなアドバイスをするためにね、ちっちゃな国はですね、公共都市化やってもですね、その公共都市他の国から資材を入れて、他の国の外国のから納入業者がいっぱい入ってきて、まあ、という形でいろんな形でその公共投資あるいは政府支出の増加、これがね、この逃げていくんですね、他の国に逃げていく。だからもう無駄遣いやめろということを説得するためになんですね、作ったんです、このモデル。で、それは日本経済には当てはまらないと。それは日本経済で政府がお金を出せば大部分は国民、日本国民に渡るわけでありまして、そういうのとだいぶ違うということなんですね。で、またですね、クラウディングアウトという概念がありまして、まあ政府が支出を拡大するとね、金利が上がるって言うんですね。で、どうして金利が上がるかというと、政府がお金を使うと、もう、民間の方はお金それだけ使えなくなるというので、政府と民間でお金の取り合いやってるだろうというようなことを想定してモデルが作ってある。ところがですね、日本というのは全然それと全く違うんですよ、状況が。どうしてか、ね、日銀当座預金に400兆円も溜まってるんですね。これも使ってくださいっていうので日銀が出したわけです。あるいは日銀発行残高、日銀券発行残高が100兆円もあると、あるいは企業の内部留保が300兆円ある、ものすごいお金がですね、溜まり溜まって早く使ってくださいよというので使ってもらうの待ってるんですよね。で、まあ、どうして使わないかというと、みんな将来不安があるんですね。将来、大増税があるんじゃないか、あるいは少子高齢化で大変なことがあるんじゃないかとか、まあ、ともかく、まあ、不必要な心配で、使えないというのですよね。だから日銀が一生懸命これ使ってくださいということで、まあ、国債を買ってそのお金を銀行国民に渡していると。で、毎年、
まあ、日銀の国債保有残高が80兆円増えるようにと、まあ、それだけお金を、まあ、言ってみれば発行してね、で吸ったお金を吸ってという言い方がいいかもしれませんが、そして使ってくださいというようなことを言っているわけですから、ですからその5兆円を政府が使ったと言ったって、まあ、この額に比べれば桁違いに少ないんで、取り合いをやってるというよりはね、使ってください使ってください、まあ、ものすごいお金をドーンと置いてる。で、5兆円政府が使ったところでそんな取り合いにはならないということだから、まあ、あの金利上がらない、金利が上がるっていうのは銀行が出しすぶり、金をの貸ししぶりをするときですね、金利上がる。でも今は銀行としてはできるだけ借りてくださいって一生懸命言ってるわけですから、ですから金利上がるわけがない。しかも日銀がですね、金利が上がりそうになったらすぐに、まあ、お金を発行してで供給してということをやってますから、まあ、金利はゼロ、まあ、ゼロ金利 0% を抑えると宣言してるわけですよ。これは日銀のホームページにも書いてある。ですから金利上がるわけがない、つまりクラウディングアウト、これは起こりませんということで、このモデルはね、そういう意味ではちょっとその IMF から持ってきたモデルをそのまま借子定規に使ってるだけでありまして、実際、まあクラウディングアウト起こらない、ゼロ金のままであるということで、だからゼロ金利のままだというふうに仮定すれば、まあ、こういうことにならない、つまり4年目5年目であっても債務の GDP 比ね、借金の GDP 比は上がらないっていうわけで、まあ5年目まで、要するに、借金の重みは実質的に下がり続けると、ね、付けは減り続けるということで、政府支出をすれば皆さんの懐にお金が行くし、しかも将来世代の付けも減ると、まあ、内閣府で計算しているのは、こう長期金利短期金利こういうふうな形で上がっていくと、ね、これはありえないんで、いや、まあ、あるかもしれませんよ。でも下げようと思ったら下げられる、で下げればいいんですよ。まだまだ余裕ありますから、インフレがですね、わーっと進んでくるようだったら、まあ、金利を上げてギュッと手綱を引けばいいわけで、それはいつだってやれるわけですから、まあ、ゼロ金利が続くものとして計算すると、まあ、国の借金の GDP 比は下がり続けて、将来世代の付けは減ると、政府支出を増やせばですよ。ですから財政規律は守られると、そういう意味でですね。チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか川瀬恵子先生、三橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村光雄先生、他たくさんの言論人、また大学の教授陣、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。 YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様チャンネル登録をして、会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。